おとしかマガジン。都内中心リハや録音に使えるピアノスタジオの選び方&おすすめ5選。自宅では長時間大音量でピアノを弾くのが難しかったり、もっと本番に近い環境で練習したいという時に役立つのが練習室やスタジオです。しかし慣れていないと選び方に迷ったり、自分に合う場所を見つけるのに苦労してしまったりします。そこで今回は練習室やスタジオを選ぶ際に気をつけたいポイントや、気軽に利用できて条件も良いおすすめの店舗を5箇所紹介します。ピアノスタジオを選ぶ際のポイント。ポイント1、ピアノの種類や機材などの設備面。スタジオ探しで一番に重視したいのは、やはり楽器の種類や機材の有無などの設備面です。ピアノは調律が定期的に行われていることを確認しましょう。本番に向けた練習に利用する場合は、なるべく本番の会場と同じ機種のピアノが設置されているスタジオを選ぶと良いトレーニングになります。録音機材が無料で使えたりレンタルできたりするスタジオも多いので、必要に応じてチェックしておくと良いでしょう。また同じスタジオ内でも部屋によって広さは様々なので、思っていたより狭くて響きが確かめにくいなどとならないように事前に確かめておきましょう。ポイント2、予約の取りやすさ。人気の高いスタジオは特に予約が取りづらかったり、直前にならないと予約を受け付けていない場合などがあります。コンサートやコンクールの直前、当日などに確実に予約を取りたい場合は注意しましょう。事前にいくつか候補を見つけておくと安心です。全国のスタジオ探しには以下のサイトも役に立ちます。リンク集練習室スタジオ情報（PTNA 公式サイトより）、おすすめピアノスタジオ&練習室。ピアノが弾けるスタジオや練習室はたくさんあるものの、ネット上で情報を探しにくかったりもします。そこでおすすめのスタジオ&練習室の中から代表して5つを紹介します。1、ピアノスタジオノア（都内18店舗）。バンド用のサウンドスタジオノアの系列スタジオで、都内で最大規模のピアノスタジオです。内装が綺麗で音響が良く、設備が充実しているのが特徴で、アンサンブルができる広めの部屋も用意されています。全部屋にレコーディングマイクが常設されており、CDR への録音も手軽に行うことができます。練習やリハーサルなどの普段使いにはもちろん、系列のレコーディングスタジオからエンジニアを派遣して本格的なレコーディングを行うこともできます。また吉祥寺店と田園都市店には、練習室だけでなく発表会やミニコンサートを開催することのできるピアノサロンも併設されています。 2. 島村楽器レンタル練習室（全国多数）。全国のショッピングモールなどに展開している島村楽器の音楽教室レッスン室は、使われていない時間帯はレンタルすることができるのをご存知でしょうか。音楽教室の会員でなくても登録なしで使用することができます。一般的な音楽スタジオと比べてレンタル料が抑えられていて、
グランドピアノ設置の部屋が音楽教室の会員なら30分500円程度、会員でなくても800円程度でレンタルすることができます。音響や機材にこだわりがなく、コスパを重視したいときにおすすめです。 3. 宮地楽器ミュージックジョイ練習室レンタル都内多数、都内に多数店舗がある宮地楽器ミュージックジョイに併設されているレンタル専用のスペースです。特に神田店、お茶の水店は部屋の広さもピアノの種類も豊富なので、個人練習はもちろん、アンサンブルやボーカルの伴奏などにも利用しやすくなっています。お茶の水店にはリハーサルやサロンコンサートを行うことができる約19畳の部屋や、デュオの練習ができるグランドピアノ2台設置の部屋もあります。定期的に利用する場合は回数券で費用を抑えることができます。 4. ミュージックスタジオフォルテ池袋、ピアノに特化したスタジオで、池袋駅近くに2店舗池袋店芸劇店があります。池袋店には16部屋ものルームがあり、そのうち5部屋にグランドピアノが設置されています。グランドピアノのレンタルが30分660円から可能で、追加料金なしでオーディオ機材も利用できるのでコスパが良いです。平日と土曜は夜10時まで、日曜は9時まで営業しているので、仕事帰りなどにも利用しやすくなっています。 5. 墨田チェリーホール錦糸町、本格的なリハーサルを行いたいときにおすすめなのがホール併設のレンタルスペースです。墨田トリフォニーホールではスタンウェイのフルコンサートピアノが設置されている38平米のチェリーホールを1時間5000円でレンタルすることができます。追加料金はかかりますが、控え室や録音機材もレンタルできるので、さまざまな用途に利用できそうです。また1日レンタルの料金も5万円と比較的リーズナブルで、発表会や小規模なコンサートを気軽に開きたい方にもおすすめです。まとめ、お気に入りのスタジオを見つけよう。スタジオを使う目的は人によって様々です。自身の目的に合った場所を選ぶことで使用効果はぐっと上がるでしょう。ピアニストとしてお気に入りのスタジオを見つけることができると非常に心強いです。はじめはハードルが高いかもしれませんが、実際に利用しながら自分にぴったりなスタジオを見つけていきましょう。ご視聴ありがとうございました。この記事を書いた人、あやみ K、 ナレーション吉成ゆい、おとしかマガジン、チャンネル登録よろしくね。